味わいます。もう緊張しないでしょ、だって。あのね、何回やってんの？やってもやっても俺より回数多いでしょ。やってもやっても慣れないですよね。慣れない。お客さんの対応前にするんですよ。大丈夫。まあ逆に慣れすぎですけどね。ノンプレッシャーっす。ノンプレッシャー。ダメっすね。緊張してこう。シルエット。皆さんこんばんは。こんばんは。ありがとうございます。週の頭の日曜日じゃない。月曜日ということで、忙しい中、いらしてくださった方も多いかと思います。立花瀬戸が演じました土屋太鳳です。週の頭の日曜日の夜に月曜日2回目ごめんなさい。そういえばさっきあれだね、名古屋駅でさ、うん、忙しいのにって言ってたじゃん。あの時も日曜日って言ってたよ。今日ってだって日曜だもんねって言って。俺もあんまよく考えたからそうだねって言ってたけど、でもなんで忙しい時なんだろうなと思ってた。なんか印象ってありますか？印象はやっぱりひつまぶし、召し上がったんですね。はい、初めて来た時に楽屋にお弁当が置いてあって、それがひつまぶしで、で一緒に来ていた監督がすごく静かな方だったので、私も静かにしていたんですけども、ひつまぶしを食べた瞬間に盛り上がってしまいました。片寄さんはありますか？印象は、うん、そうですね、すごいそのライブであったりとかイベントでの印象もすごいたくさんあるし、いろんな思い出もあるんですけど、なんかさっき河合監督に、このアニコマの監督にお会いして、日本テレビの方で、河合監督もご出身が愛知県ということで、刈谷、はい、ね、なんかその思いも届けてきますと言ってきたんですけど、はい、なんかね、いつもの通りの緩い感じでしたね、監督は。初共演、はい、ということですが、一番最初にお会いした時の印象、土屋さん、片寄さん、一言でじゃあ、外見はジェネレーションズさん、中身は池上彰先生。どういうことなんでしょうね。詳しく聞いていきましょう。見たいですね、これ。やっぱそのアーティストさんとしてこう活躍されていて、なんかやっぱりそのやっぱジェネレーションズさんだとこうかっこいい感じじゃないですか。外見はじゃあジェネレーションズっぽいってこと？はい、ちょっと怖い、ちょっと。あ、怖い。なんか怖いって言えばいいじゃん。ね、なんかこう、あ、なんか喋りかけていいのかなみたいな、クールな感じ、はい、クールな感じ、ね、でも実際お話しさせていただいて、なんかすごくこう穏やかというか、なんかすごく柔らかい喋り方をされる方だなって、いろいろ考え方とかも、でもなんかここは大事だって思う時にこうちゃんと攻めるっていうか、なんか勢いがいいというか、その強く話す感じですか。ちゃんとここは通したいということをしっかり言うので、はい、なんかそこが池上彰先生だなと思いました。物知りなのかなと思ったんです。あ、物知りです。いや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 、全然そんな。でもいろんなお話をこう現場で結構後半で、そのすごく前半はコメディなんですけれども、後半で少しずつこうシリアスな場面が多くなっていって、そういう時にすごくこう池上彰先生のようにすごく分かりやすくこういろんなことを説明してくださったりとか。ちょっとこれから映画見るんだよ。お兄じゃなくなっちゃうじゃん。わかりました、じゃあちょっと最初はすごく、なんかこうすごく礼儀も正しくて、たまにまあこう挨拶とかも聞いててもすごくこう言葉も丁寧で、あ、すごいこんなきちっとした真面目な子がいるんだなと思ったんですけど、実際こう現場をずっとご一緒すると、
数々の天然なエピソードを繰り広げてくれまして、なんかそういう完璧じゃないところがこう、なんかもうおいおいおいって言いたくなるところが、鬼スポーさんにつながったのかなと、ね、あれは役作りですか、あの天然は。いや真面目ですでもすっかりいいですよね、兄弟みたいになってるってことですよね、うん、最初からもう。そうですね、結構その撮影期間が結構短かったいと、結構スケジュールが長かったんですね、忙しかったんですけれども、なんかその中でこう16年間一緒にいたっていう時間を、やっぱり初めましてよろしくお願いしますってすぐ表さないといけないっていうその難しさがあって、なので最初の方に鬼に鬼と呼ばさせていただいてもよろしいですかってお伺いして、で鬼がぜひと言ってくださったので、はい、今もというかずっと鬼でずっと鬼鬼鬼って言って鬼鬼役作りをしていました。鬼大好きなんですけどね。